W61SA は、産業電機が開発、製造し、京セラが、日本国内向けに発売した、au ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN、対応携帯電話である。W54SA を元に再設計し、基本的な性能は、Easy フェリカが搭載されていない点を除けば、ベース機の W54SA と、 大きな差はないが、世界初の3.0インチフルワイドクベが、u e l ディスプレイの採用やカメラの画素数、データフォルダの容量などが変更されている。デザインは、他社のソフトバンク 921SH および P905IF に近いフリフロントスタイルを採用。閉じた状態ではボタンがなく、メインディスプレイのみが存在する。またディスプレイ部にタッチセンサーを搭載しているので、 閉じている状態でも、ワンセグやディスモなどの一部操作ができる。また、W54SA にない機能として、FM トランスミッターを搭載しているので Bluetooth、対応機器がない場合でもカーラジオなどで音楽を聴ける。本端末は京セラへの移管後に発売された端末ではあるが、同時期に開発されていた W63SA とは異なり、生産打ち切りまで。 採用電気名義で製造されていた。2008年5月9日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2008年5月27日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2008年7月23日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2008年8月22日に 以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2008年10月24日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2009年2月27日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2009年5月27日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。ありがとうございます。